はい、純のスケートオンライン大学始まります。今回はですね、ちょっとリクエストもあって、まあ俺の代名詞でもあるトリックフロントサイドオーリー、こちらを、ご紹介したいと思います。じゃあスタンス、はい、フロントサイドオーリー360度、こちらのスタンスは俺の場合はね、こうだね。ここでポイントなのは、しっかりテールを叩くための一番自分が叩きやすい位置、を踏んでほしいのと、あと前足は、引きつけてから残りの180度前足で持っていくから、そこで着地した時に綺麗に板の上にシューズが来るようにピタッと乗っかれるようにつま先出しておきます。ワイティと同じだった。そう、ワイティと似てるんだけど、ワイティよりもやっぱさらに俺は前足を出すイメージ。スタンスはこれ、これでお願いします。技のやり方、まず360度オーリーなんで、ワイティができるようになってからトライしてほしい。その方が早くメイクできます。いきなりオーリーだけしかできないんだけど、ワンイティできないけどサブロックオーリーやりたい、それちょっと無理があるんで、順序的にはオーリーワンイティをしっかりマスターしてからサブロック挑んでほしいと思います。蹴りはね、思いっきりね、ワンイティよりもしゃくりの力っていうのかな、横に蹴る力っていうのはやっぱ強くするんだけど、ある程度サブロックオーリー360度回らなきゃいけないから高さが必要とされるので、そのためにしっかり前足で食いつかせることが必要。上がりながらワンイティ、下がりながらワンイティ、ここで綺麗にこう回るってよりはオーリーして、ここで今度前足でこう持ってくるんで、これはもうスケボーってみんなやってて分かると思うんだけど、理屈じゃないところがあるから、映像を何回も見てもらって、でイメージしてもらって、イメージと現実のギャップをどんどん何回もトライして、そのギャップを埋めていくと。あとはなかなかね、やっぱ360度回れませんっていう人多いんだよ。270度まではいけますと、残りの90度がいけないね。残りの90度をしっかり回りきるために、やっぱ上半身を振り子にして、上半身も振り子にして勢いつけると。アプローチの時の上半身はどういう中心？ちょっと大げさにやるつならこういう感じで、これでこれで上半身を先に持ってって、下半身を後からねじり込む。オーリーして持っていくよね。ここまで持ってったら、あとはワイティはこのぐらい上半身よじれるぐらい持っていっちゃう、前足で。ワイティして残りはこうやって持っていっちゃう。そうするとサブロック回れます。これをしっかり両足離れないようにするためには、しっかりしたテールの強い蹴りと前足の引き付け、これがすごい大切です。これがあると板が離れないでしっかり360度回ってくれる。ワンポイントアドバイス、こちらですね、背中がフロント側のサブロックだよね。ちょっと横移動します、背中の方に。その方ちょっと背中の方に自分も飛んでやるっていうのは一つのコツかもね。フロントサイドオーリー360度いかがでしたでしょうか。みんなできます、絶対にできます。ぜひやってみて。